ベップ市十文字原から見たベップ湾とベップ市街、ベップ市鶴見岳から見たベップ湾とベップ市街ベップ湾。ベップ湾は大分県の中央部に位置する湾である。1883年の水路部改図制定以前は、簡単湾と呼ばれていた。簡単は、レンの花を意味するが、簡単湾という名の由来については、地名から、形からなど小説ある。クリップ。 別府湾周辺を分県中部に位置する国崎半島と佐賀の関半島に挟まれた湾である。瀬戸内海の一部であり、東に向かって開き、伊予灘に面する。湾の南側を隠す佐賀の関半島の先、四国の佐田岬との間は、京愛な方与海峡になっている。面積475平方キロメートル、平均水深36メートル、高崎山沖に、 最新位置があり、水深約70メートル。中央構造線のすぐ北に位置し、鶴見学、ガラン岳の火山が連なる湾の最奥部沿岸には、温泉流出量日本一を誇る別府市の別府温泉があり、その湯煙が数多く立ち上る景色は、国の重要文化的景観に選定されている。別府湾の沿岸には、北に、ひつ市、早見郡肘城、西に、別府市、 南に大分市が位置している。一級河川大野川や大分川、二級河川、境川などが流入し、大野川、大分川の川口付近には大分平野が形成されている。佐賀の関半島以南の海岸線が典型的なリアス式海岸であるのに対して、別府湾は外して出入りの少ない、なだらかな海岸線が続き、糸が浜、関の高海水浴場。 SPAA ビーチ、他のウロミ水浴場などの海水浴場を要する。北部のキツキ市には貴重な干潟が残る森江湾がある。大分市の市街地東部から鶴崎にかけての沿岸には、埋め立て地が造成され、大分臨海工業地帯が形成されている。大分市の別府湾沿岸にある西大分には、簡単の地名が残っており、ウォーターフロントの再開発により、簡単、サーカスがオープンしている。 別府市と大分市の市境には、高崎山が湾に向かって競り出しており、この山に遮られた漁師を直接結ぶ、一般道は実質的に湾岸の国道10号のみとなっている。この湾の展望を提供する施設がある。別府ロープウェイで登れる鶴見岳山町、十文次元、別府湾サービスエリア、関海寺温泉や楽天地、別府タワーや、 ビリコンプラザのグローバルタワーなどのほか、日室城、船井城も展望が叶う位置にある。湾岸にある大分マリーンパレス水族館には湾に住む生き物たちを展示した別府湾プールがある。また別府湾周辺の地下深くには深層熱水を含む冷炭素が見られ、ボーリングによって天然ガスを含んだ褐色の熱水が得られる。特に大分平野、 高崎山周辺では、この熱水を利用した温泉が散在し、北浜温泉、波間温泉、大震度地熱温泉の名で知られている。上記市長は、大分県の都市計画において、別府湾広域都市圏の名称で呼ばれている。下記の港湾から四国、本州に至る定期航路が就航している。別府港、大分港は、重要港湾、佐賀の関港は、 地方公安に指定されている。市村はじめ品に選ばれている特産物として、早見郡肘町の城下レーそして道町時月市の文語別府湾チリ麺がある。メバル、カサゴ、マゴチ、カワハギ、チヌ、マダイ、イワシ、このシロ、タチウオ、マアナゴ、アオリイカのほか、関サバ、関アジで知られる佐賀の関に面していることもあり、サバ、アジも漁獲される。 かつては小船を利用しての漁が行われ、海底の泥をかくようなものだったため、泥こぎ漁と呼ばれた。2003年には体長10メートルの座頭クジラが迷い込み、地元テレビ局や新聞各紙で連日報道された。付けられた愛称は、かんちゃん。また2004年5月には、同種のクジラが座礁、死亡しているのが、地元漁師により発見された。 2003年に迷い込んだクジラと同じ個体であるか、どうかについては、指揮者により意見が分かれている。ワンに沿う別大国道を走るベップ大板毎日、マラソン、ワンを縦断する、ベップ大板国際オープンウォータースイムレースや、ベップワン縦断ボートセーリング大会など、各種スポーツ大会が開催される。また、例年、夏の酔い祭り農業花火大会、ベップ、 クリスマス花火ファンタジアが SPA ビーチにて催されている。別府港から出港し1時間半にわたり湾を巡る遊覧船ツアーがあった。ありがとうございます。